マンス・ヘルマンは、ドイツの画家である。主にオランダの風景や人々を描いた。ベルリンで生まれた。ベルリンの美術アカデミーでデーゲ、クニル、ビルベルク、幻想フラに学んだ後、デュッセルドルフ美術アカデミーで、風景画家のオイゲン・デュッカーに学んだ。1883年に、デュッセルドルフにスタジオを作り、その年初めて、オランダを旅し、ドルトレヒトに、しばらく滞在した。 1886年からベルリンを拠点に活動したが、毎年オランダ各地を旅して風景画を描いた。訪れたのはアムステルダム、ロッテルダム、フリシンゲン、ホーレンダム、スパーケンブルグ、カトへ行イクアーン勢などがある。1890年代にはエグモントアーンデン税でガリメルチャーズやジョージ・ヒッチコックが開いた夏の絵画教室にも参加した。 オランダの風景や人々を描いた。バルター・ライスティコフやマックス・リーバーマンと共にベルリン分離派の母体の一つとなるフェアイニガーングでアクシーの1892年の設立メンバーの一人となった。1886年から1890年の間はエイリ新聞ガルテン・ラウベにも作品を掲載した。ありがとうございます。